経済効果が一千百六十八億円、えー、農業の場合の経済効果というのはどういうことなのか一番経済効果がなければいけない五億円ぐらい経済効果を出しているつもりなんですはいみなさんこんにちは YouTube 農業大学へようこそいつもご覧いただきましてありがとうございます農事会を運営しています山下博之ですさあ今日もですね農作業しながらでも結構ですのでこちらの脳を一緒にいただいていきたいと思います さあそれでは本日のテーマはこちらになります農業の経済効果ということで今回ですねちょっと経済の話になるんですけれどもさあ皆さん経済効果についてね、まあ、考えたことありますかっていう「え何その経済効果って何ですか?」ってまあまあ,あの皆さんがやっている事業いわゆるこれ経済活動ですよね。えいやいや農業もけ経済活動ですよちゃんと。で あのまあ農業はね生産事業だとか思ってらっしゃる方はまあもちろんそれがベースにはなりますけれども我々は経済活動をどうやって農産物を生産することによってそれをまあ現金に変えるキャッシュに変えるうんそこに経済活動をやってるってここのポイントをねまあ改めて今回は確認していこうというような話になります。ここのののの経済ととといいううう視点を持とうというのが今回の結論なんですでこの 我々が農業をやっている中で、まあ、例えば僕もいろんなところで講演セミナーもしくは経営塾などを、ね、担当させていただいてますけどこの経営感覚じゃなかった経済感覚この経済という視点これがねついついあの忘れがちというか置いてけぼりにされていることが結構多いんです。 だから今回ですあ山下さん、なるほどねって農業も経済という視点で考えなきゃいけないんだね、まあ、こんなふうにまあ考えていただければまあ,ありがたいなというふうに思ってますで実際、農業でまあそれなりにあのお金をまあ得ている人たち、まあ、売上を上げたりまあ利益を上げたりもしくは所得が多い人たち、まあ、これはまあ早い話でお金がたくさん回っているつまり経済を回しているということになります。 だから大きく売上を上げている人たちというのは大きな経済圏をこう作っているということになりますで決して別に大きいのが全ていいというわけではありませんけれども、うん、この経済を、えー、いかに大きく回していくか、まあ、これがまあ一つの事業になりますですからまあ我々、ね、農業者も、えー、農業というものを経済,経済活動ということで、ね、ちょっと考えてみようという話になります そこで経済効果について、まあ、分かりやすいところで言えばまあ大谷選手ですよね、うん、まあもちろん、えー、年俸が高いというのもありますけど実際のところ経済効果が1,168億円っていうねこれね NHK のね番組の、えー、ニュースからちょっとあの活用させていただいてますけれども、えー、大リーグドジャースの大谷選手がなんと、えー、このね球場での消費やグッズの販売といったねその 大谷選手がただ野球をでまあ球場にお客さんが来るそしてグッズが売れるということで1168億円この大谷選手がいるだけでまあ経済効果がかかるとそれはまあこの人すごいよねドジャースもお金出してやっぱりあの自分のところに呼びたいよねまあこんなふうにえっとこの人がいてくれるだけでまあ早話がもかるというようなことなわけですよ。 他にもありますよね、これた、ま、えー、と人の場合ですけど例えば企業を誘致することによって経済効果が起きるこれ何かというとはい、これ TSMC これね、私、熊本県の出身ですけれどもこの熊本県に TSMC というね、台湾の半導体のね、もうすげえ大きな会社もうもう日本のトヨタなんかよりもはるかに大きい会社が来ました。 そこで九州ファイナンシャルグループがなんとこの TSMC の進出による10年間での経済効果がなんと11兆円すごいね10年間で11兆円ってねものすごい経済効果があるんだってだからよくね最近あの各地行かせていただくと山下さん熊本でしょ今 TSMC が来てるからいいですねうわうわですねなんて言われるんですけどまあまあ,まあこれからですこれからあの熊本県はものすごい経済効果がねあります。 実は前回ですね実は6兆円の経済効果があるんだって言われたのにそれがなんと。 1>, 11兆円ですよ1年間で1兆円ずつ経済効果があるとこれどういうことかというと、まあ、後ほどちょっと紹介しますけれども TSMC が来ることによって不動産であったり新しくビルが建ったりマンションが建ったりそこで新しいビジネスが生まれたりそこに雇用が生まれたりといろんな効果が生まれるということなんです。ここれが経経済済効効果果ととといいいいうふううううふに言いますじゃあ我々農業のののの場合の経済効果というのはどういうことなのか 我々が農産物を作りますそして出荷しますで出荷した業者さんが仕入れてでそれを物流に載せで小売で売るって今、まあ、大きなサプライチェーンいわゆる、えー、物流がありますよね物の流れがありますでここにお金の流れがあるんです我々が100円のものを作って出荷したら仕入れの人たちが100円で仕入れるんだけどここで、えー、次の業者さんに150円で卸したとしますはいここで50円経済効果が生まれますよね この仕入れ業者さんは皆さん方から仕入れたので50円も儲かりましたと経済効果が生まれるんですここの物流会社は150円で仕入れたものを200円で売るということでまたここで50円が経済効果として生まれるっていう、まあ、こういう立て付けになっているんですねだから皆さん方のこの経済農産物っていうのは一次産業と言われますこの一次産品があるおかげで実はものすごいいろんな人たちが恩恵に預かっているんだってことなんです。 あいや山下さんうちはあの JA とか農協に出荷してるからなんか経済効果ってわかりにくいんだよねって方もいらっしゃるかもしれないんですけど実はえっと私もですね1989年にまあ親元収納して最初スイカあの父がスイカ作ってたんでスイカ作ってそのまんままあ JA の共犯部会に、まあ、出荷してたんですで当時ですねまあスイカが、まあ今もスイカねものすごく調子いいんですけど、えー、30年前35年前も 追加絶好調だったんです。まあ一時期ねちょっと低迷した時期もあったんですけど、でまあ何言いたいかというと、うちの父がよく言ってたのが、あの俺は、えー、農協職員を二人養ってるっていうような表現をしてたんです。これどういうことかって、俺は農協職員を二人養ってる、これこれどういうことかというと。 例えば農協に出荷することによってまあ手数料農協がまあいろんな意味で取りますよね肥料から手数料を取る例えばえガソリンを入れたら農協のスタンドでガソリン入れたらそこから手数料があるいわゆる農協というのは生産者に対してもしくは組合に対していろんなサービスを提供していますでそのサービスには必ず利益が出てますつまり農協に活用するおかげで農協は利益を得てるわけですよね。つまり俺はそのくらいい農協に利益を落としてるんだっていう風な この経済効果っていうものを実は言ってたんですつまり売上が例えば本来だったら2,500万ぐらい売上があるんだけど実際の手取りはまあ500、えー、と2,000万だったりするじゃないですかその、えー、実際農協を通じて販売しているわけだから農協を通じて販売したり農協を通じて仕入れたり、えー、資材を、ね、仕入れたりしてるわけですからで500万円分ぐらい農協に落としてるってことは、まあ、当時ですよ当時、えー、農協食品の給料が、えー、250万ぐらいだったんでまあ要は 農協職員を二人ぐらい俺が養っているんだそのくらい俺は、えー、農協に対して経済効果をもたらしているんだというふうな意味合いだったんですよ、ね、えなかなか鋭い視点ですよねさあそこで皆さん方は一体誰にどこにどのような経済効果を生んでいるかって考えたことありますかって話なんです 例えば人を雇ってらっしゃる人もこれ経済効果ですよね皆さん方が農産物を作ることによって雇用する雇用するとそこにお給料を払うということは経済効果そんな人たちは恩恵を受けてるわけですでさらにその人たちが物を何か消費する、ね、ここも経済効果そして実際材料材料を皆さん方が何かしら資材さんから購入しているそこにも経済が発生しています。 さらに言うとこの仕入れ業者さんはさらに皆さん方から仕入れることによって経済効果を生み出してるんだってことになります。さあ ここからが問題なんですけれども実際皆さん方は生産物を作ることによって材料屋さんにも経済効果をもたらしい雇用従業員にも経済をもたらしい自分たちも消費するので経済効果をもたらしい仕入れ業者さんにも経済効果をもたらしいさらに言うと皆さん方は税金を納めることによって国にも経済効果をもたらしているんですけれどもさあ皆さん方は経済効果をありますかということなんです。 さあこここなんですよねこの経済効果をほ他の人たちはこの皆さん方の農産物で効果を得てるんですよこの川の人たちは。つまり絵ににすするととここういういなります、えっと、皆さん方は、えっと、例えばこれが車のメーカーとするならば車のメーカーはこの材料をね部品や、えー、人材やこういうのをサプライヤーからこう受けることによってものすごい経済をここで生み出す力を持ってるんですけどさあじゃあこの部品屋さん まあ、言ってみれば、我々農業者なのか、の部品屋さんみたいなもんです。この部品屋さんは、果たして、この、トヨタ、まあ、トヨタって言ってしまったんだけど、この、車のメーカーの経済効果を生み出してるんだけど、我々が、どうやって経済効果を生み出してるかってことなんです。ここに気づかなきゃいけない。ですだから、一次産業の我々が、口座経効果を、出してないがゆえに、ここがなくなっちゃってる可能性があるんです。ここが、減ってきてるんです。だから、農家が減ってるんですよね。つまり、我々っていうのは。 経済効果っていうものにの中に入ってるんだけど経済を効果を生み出しているにもかかわらず我々農業者っていうのはあれなんか我々のところにはお金が止まってないぞっていうことになってるんだっていう非常に悲しいお知らせになってしまったんですけれども逆に言うとそこにおかしいと思わなきゃいけないんですよね。 からこそ本来はもっと我々が一番経済効果がなければいけない例えば先ほどの大谷選手も、えー、1,000億の経済効果を出してるから1,000億円ぐらい入ってくるわけでしょ10年間で1,000億ぐらいの人になるわけでしょ。先ほどの TSMC も 11兆円の経済効果を生み出すとことは TSMC も自分たちがまあ何兆円か売り上げ知りませんけどものすごい売り上げを上げてるわけでしょだから経済効果をもたらす人は必ず経済が豊かになななっているははずんんですよね、はい、なんかちょっと分かりにくい話だったかもしれませんけれども我々がいかに経済効果を生み出してるのか。 こののの経済といいうう視点を元っていうのが今回の結論ですじゃあ山下さんあなたは一体どういう経済効果を出してるんですかというと例えばこうやって皆さん方にうーん、まあ、ある意味無償でこう情報をこう提供するセミナーとか講演とかもしくは個別の、ね、相談の人たちに、えー、いろいろも自分の持ってる知識スキル経験をいろいろ伝えていってるわけです。でおそらく 私が今全国に仲間が、ね、200人ぐらいいるんですけどその人たちのトータルの売上を計算すると50億円ぐらいになるんですよつまり私は50億円ぐらい分の農業にちょっと関わっているつもりなんですよねでここで10%ぐらいもし利益が出てるとするならば5億円ぐらい経済効果を出しているつもりなんですよだから5億円ぐらいの経済効果を出している私が貧乏になってはいけないんですよ だからちゃんとそこを意識してちゃんと世の中に経済効果をもたらしてるだろうか経済効果をもたらしてさえするならばちゃんと自分のところにはリターンが来るはずなんだっていうこの経済という視点を常に僕も意識してるんですね。うん、さあ皆さん方いかがでしょうかこの経済効果についてちょっと考えてみましょうああそうか自分はどのくらい世の中に役に立ってるんだろうどのくらい経済効果を生み出してるんだろう。 それに対して自分はそのリターンがあるんだろうか、まあ、こういったところを、ねまあ、考えてみてはいかがでしょうかというようなお話でございました。さあということでね今あの無料相談を受け付けておりますで、えっと、すいません皆さんあのノーテラスで検索していただいてよくお電話されて来られる方いらっしゃるんですけどこうやって僕ね常に誰かと喋ってるんですよ YouTube で喋ってるかセミナーやってるか誰かの相談に対応してるんで電話出れない時が多いんですよ。 まれに電話出れるんですけども、もし出れたらめちゃめちゃラッキーだと思ってください。もうほとんどが、しますません、メールで、メールであのお問い合わせいただけると、必ずこっちからご返信しますので、できればあのご相談、メールでお願いします、はい。ということでね、今回これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。